知っとるか、おどれの今の格好をのジェット式言うんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。おどれによう お似合いじゃ。俺マッソへの親分ナグモ、なんならお前さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ、わざわざ小川な場所までわしら追うてきたか。我なぐものなんじゃ。お、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間引っ込んどりゃキリュウ。極道の世界に組み突っ込むな、バカだれ。極道だろうが何だろうが、こっちは赤ん坊を泣かされてるんだな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらん。酔っとるんか、おさ。わしらに喧嘩売っとるんじゃったらこうてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃキリ。マッスー組相手にソガーな真似してただじゃ済まんぞ。お前が俺の心配をするのか。バカだれ、誰が我のことなんか。じゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。え？行くぞ。じゃが相手は舛添組の極道が五人もおったんで。我やなんちゅう男じゃ。立てるか南雲。
キリュウさんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ、完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしゃ決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリュウの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼んます、兄貴。兄貴、頼んます。わしは兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ。兄貴！さあ、どうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやってつかさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、雄太。はよ酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。
ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの。おやさん、もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど緩くやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに追うとるけ、早よ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです頭、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴組やおやすさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ、そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ、殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高城、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。ゆうた、行くぞ。わかった。
ったく、すんません、兄貴。あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの、土葬を持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、雄太と、もう一人おった松永って。確かにお前を入れて三人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、兄貴、どちらへ？取らせやがって。時間食っちまった。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど、父はなかなかのもんじゃ。いいよ。のう。うちはそんなんじゃ。脱げや。のう。攻撃。客に向かってよう手出したもんじゃの。おお。オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ。お前らいい加減にしろ。損口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。ああ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが敵の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使わせ。おう、松永、お前大丈夫か。いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、夜勤時の。ああ、もうええ、松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ。お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか、頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間、頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで。それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら、踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ。余計な口
挟まんで使うさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ。兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。
ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ、成り行きだな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。来てる。よし、ガチャ。